武器屋のじいさんを最強装備にして魔王の間に送るゲーム。おや、いらっしゃい。何か買っていくかの？まあ、このじいさんをまあなんかいろいろ買って強くして、で魔王の場に送りつけるというすげえ鬼畜なゲームなんですけど、今流行ってるらしくて、まあよくわかんないんだけど、多分 RPG だし、まあアホゲーって書いてあったので、まあバカゲーってことで、じゃあやらざる。エクスカリバー、なるほど。伝説攻撃力1000で、これあの使用金額っていうのが左上にあって、多分これ資金無限なんだよな。だからいくらでも強くしようと思えばできる。この辺とか全部買って、ゴッドシールド、こういうの買えばいくらでも強くできるから、多分倒すのは簡単に倒せる。だけどいくら使って倒したかっていうのをこう競い合ってる、いかに低予算で倒すかっていうのを競い合ってるみたいで、でそのスコアランキングみたいなのを見ると、上位もうなんか一桁台とかになってくると20万を切るみたいな、19万1000ゴールドだったかな今。でその辺が多分理論値なんだよ。で、まあ、下の方とか行くとも100万とか200万とかになってって、もっと下行くともうなんか何千万みたいな。でとりあえず一回慈悲もなく魔王の間に送りつけてみようと思う、この慈悲を。で うわどれだお前は。迷い我が領域に侵入してきたその罪、死をもって償ってもらおう。魔王との戦闘が始まった。まあ、これなんでこんなことをしたかというとですね、なるほど、こういう感じか。道具がない。で、まあ、攻撃するしかないってことだな。105ダメージで6435ダメージ。とんでもないオーバーキル。あ、ちょっと待ってください。今、ちょっとだけなんか、この体力バーが減った気がしますね。100ぐらいでこのぐらい減った。で、このぐらいの塩梅をまず一回見たくて、一回このジジイをちょっと申し訳ないけど、ちょっと一柱にさせていただきまして。ごめんな。あの、俺もランキング上位狙いたいからさ、だいたい塩梅はつかめた。6000ダメージとか当たってくるんだな。計算式がわかんねえんだよな。ただ、縦とか見ると、1000でしょ、プラス。単純にこれで、受けるダメージがマイナス1000されるとか、そういう簡単な計算式なんだとしたら、これだけで420、これだけで420万ゴールド。え、上位の人たち20万とかそこらで勝つんだよ。どうやって勝ってんの、逆に。わかった。じゃあ逆に今度は、金に物言わしてみよう。もうこれで、ね、ありったけの伝説の伝説伝説です。そ、もう何これ、なんて読むのこれ。回避プラス100の運プラス100、無敵の力を1回、あとこれで、ね、何この1750万。HP300、 300回復するだけなのに1750万ゴールドもすんの。だいぶ持ってねえかこれ。中だとどうなんの。6個パック10個パックいや、明らかにここでなんかおかしいよ。なんかぼったくりが発生してない？なんで6個から10個に変わっただけでなんか桁2つぐらい増えんだよ、おい。どういう計算式や。じゃあ一番高いの全部買えばいいってわけじゃないよっていう、お前どうせなんか一番高いの全部買えば勝てると思っとんやろみたいな。そんなことしたらなんかスコアがゴミみたいになるぞっていう、これ戒めみたいなの用意したな、これね。罠として。あるいは、まあ設定ミスか。まあ多分設定ミスだな、これな。桁1個間違えたんだろうな、でも。まあでも一回金に物言わしてみようか。それで行くんだったら。うわ、何これ。え、レベル上げじゃない？だったら。こんなもんさ、レベルを3上げて生活全体を高める薬を10個セット、バカみたいにこれ買って。さすがに4桁目があったらもうそれ以上はだるいから、そこで終わりにするけど、さあどうだ。あるわ。9999レベルいくわ。なんならなんか5桁目まで、うお、力がみなぎってくるわい。そりゃ力みなぎってくるだろうな。だってもう俺、なんだこれ、もう6023万ゴールド。これなんかやろうと思えばなんか何億とかいけんのかな。一番高いので、あ、これか。これが1750万じゃん。一回ちょっとさ、奥の桁があるか見ていい？あるんだ。これとんでもないことになるんだな。じゃあこれずっと続けてったら、なんか国家予算ぐらいいくんかな。な、なんじゃ？もうそんなびっくりすることないじゃないですか。お前だからレベル1021なのか、どこに飛ばされたってもう無敵だろ。仮にこの魔王の前に飛ばされたところでだよ。お前今も無敵の力を手にしてんだからさ。誰だお前は。迷い我が領域に侵入してきたその罪、死をもって償ってもらおうか。魔王との戦闘が始まった。誰に口聞いてんだてめえこの野郎。292万ダメージ。口の聞き方に気をつけるんだな。
心なしかすげえなかっこよく見えるな。でもこれ全然ダメなんだろうな。1億1273万使ってるからポストできるんだ。いやこんなんじゃ全然ダメで、一応まあ目標を立ててみよう。無邪気にやり続けててもしょうがないから、この手のゲームって一応ランキング何位、まあだから100位とか狙ってみる。100位ってまず何ゴールドかちょっと確認してきていい？あのね、100位がね240万8200ゴールドだったから、240万を切れば確実に100位以内に入れる。それをまず1回目標にしてみようか。で俺思ったんですよ、攻撃力バカみたいにこれ上がるじゃん1000で。であとはこの辺のやつでもさ、回避じゃねえ、素早さはないんか。素早さないんだ。いやなんかさ、あーそういうのしかないんだ。いやあのね、まあでも回避プラス100にして当たらなければどうということはない作戦もありだな。だけどなんか先手とか、てかよく見たら素早さのステータスねえや素早さの概念ない。えでもさっき先手取ったよね。あ運か。えでもなんかさ、レベルであれされてんのかな、先手取れるかどうかの判定って。あの攻撃にぶっ破して一撃で仕留めれば防御力とかさ HP とか上げる必要ないじゃんっていう。だからこの攻撃力を増強する攻撃増強剤、これバカみたいに買ってさ、ちょ240万ギリギリのちょっと100位をマジで狙う。真剣に100位狙う。これ先手取ったら勝ちだから。ただ先手がどういう判定であれするのか分かんない。デフォルトでもしこいつが先手取れるんであれば、俺の記憶違いでこれでギリギリ238万5000、これで240万をギリギリ超えないあたり。ここでエクスカリバー持って片手に、行ってこい、おい行ってこい、じじバーサーカーになるんだ。先手さえ取ればお前の勝ちだ。1600、攻撃力1600から繰り出される一撃必殺の技が当たれば勝ち。先先手取れば勝ち。行けじじ行け、攻撃するんだ。でも先手取ったな、見ましたよね皆さん、今先手取りましたね。うわ何これ、3分の1もいかないぐらいか。これ覚えとけ、1631の攻撃力で3分の1、全然無理じゃない。じゃあじゃあ俺が間違ってた、じゃあ逆に、あそっちがその気なんだった、じゃあ逆に待てよ。てかそもそもこのコスパがおかしいんだよな。425万も使っといて防御力1000じゃん。こっちだってさ99万で攻撃力1000じゃん。おかしくない、コスパが。これ99万ほら、でこれは買いなんだよ。でこれも買いなんだよ。だって100万高々100万でさ、ちょっと金銭感覚おかしくなってんだけど高々100万で、あじゃあ HP が増えてんだ鎧は。あ防御力上げたまた、ちょっともうやべ、もう198万も使っちゃったやべ、うわやべ、あといくつ使えるんだ俺。あともう高々40万ぐらいだよな、240万超えたら終わりだから。いや難しい、そんな難しいのこれ。回避にぶっ破しようぜ。24万使ってこれ回避で、あと20万ぐらい使えるじゃん。18万か、あと18万円を回避にぶっ破して、で今回のコンセプトはこれ、もう一回変えるな。あもう一回変えるんじゃないこれ、いける。これで直帰し240万だから、これでもし勝てばランキング100位内入れる。で今回のコンセプトは防御を捨てる、これが一番なぜかというと高いから、買った時こんなバカみたいな金ね、420万ってこれ買った時点でだってもう100位入れないんだから、これ絶対使えないわけじゃん。ってことはみんなこれ使ってないんだよ。でコスパで考えた時にやっぱ99万でプラス1000になる、こっちの方がコスパいいよね。でも防御捨てなきゃいけない、そうなるとじゃあ回避を上げればいいんだ。その代わりになんかもうスパロボ的な考え方でいこう。防御型と、だからリアルロボットとスーパーロボットの違いみたいな。だから今回の場合リアルロボットでいく。運動性を高めていけば当たらなければ大丈夫。でもあの世界でのなんかあの 1% とかってマジ当たるからな、詐欺してくるからなマジでスパロボ。でもこのゲームだったらこれ80、これパーセンテージだったら 84% で避けるってことだよ。だってまあ一回やってみようか。どうっおいこれこういうことだった、あー食らっちゃった。でもこれさ運だとしたらこれ確率の問題でいい乱数引いて避けまくって何度もゴリ寄せば。でもそれちょっとダサいか、スマートじゃないか。これがただサンプルの問題、ほらさっきは当たらなかったのに1回目で当たったでしょ。ってことはさっき運が良かったんださっきより運が悪くなっちゃったじゃないかよ。まあでもサンプルがまだ2回か、めちゃくちゃ運が悪かった可能性もあるけど、
まあそう考えるよりはやっぱり回避ってあんまり役に立たないステータスって考える方がまあ無難か。まあ2回しか試行回数ないけど、さすがに当たりすぎだよね。だから回避型で行くっていうよりはもうスーパーロボット対戦で行くと、もうスーパーロボット型で行かなきゃいけない。じゃあ走行を上げていかなきゃいけない。あの運動性上げても意味ねえ。ダンバインとか邪魔、マジ来なくていい。あいつどうせすぐ当たんだからさ、あいつ詐欺ってんだから。あれだからマジンガー Z とかコンバトラーの V だかなんだかみたいな、あれで行こう。あれで行くんだったら、でもあれで行くんだったらお前あれじゃねえかよ、ゴッドシールド買わなきゃいけねえじゃねえかよ。ダメだ、スーパーロボット対戦にはなれねえ。え、でもえどうすでいいの、走行上げるのも無理だし運動性上げるのも無理だったらもう俺無理じゃねえか、積んでんだけど。あ、運か運ね、なるほどね。確かにそれは試してねえわ。運、運行こう。運、運、運プラスや、これ運極振り、これだけでもうだってお前95万ゴールド使っちゃったよお前。あ、もう後戻りでできねえぞ俺おい、これこれで全然ダメだった時もう俺どうすんだ。やっぱ買うべきなんだよねエクスカリバーは。でも攻撃通んなかったらもう始まんないしさ。運極振りの攻撃極振りで、あと使える240万までの50万ぐらいを運極振りで、うおー力が目立ってくるわい。239万ギリギリ、これもし勝ったら俺もうランキング100以内だけど、なんかなんでか分かんないけどもう勝てる気がしねえ俺もなんかさすがに分かるんだよね、これこれじゃ多分無理さすがにこれじゃ無理で、運って多分クリティカルの問題でしょ。クリティカルになったところだあれでもなんか心なしか食らうダメージ減ってない5000。あー乱数を司るってこと、運ってもしかして、運ってそういうことなのかな。98番で380プラス380を買うことって、例えば強化で、あーもう全然だってこれ6高めるかける10だから60しか上がんねえんだよ。でもこれさ45万かけてさ防御力60上げるだけでしょ、高だか。それと比べてこれ45万だと、まあ、まあこれの半分だとしてもこれ190上がるわけだから、だから装備買った方が絶対伸びしろはあるんだな。そう考えるとやっぱエクスカリバーとか伝説の剣とかは絶対買うべきなんだよな。でもそれだけでもう200万飛んでっちゃうから、みんなどうしてんだろう、この辺か。いやもうなんか HP プラス150とかも意味不明じゃん。なんかこんなゴミみたいなさ、チビチビさ回復してたってしょうがねえよ。だって相手6000ダメージとか与えてくるんだからさ、全然桁が違うって。防御か、全ての攻撃を無効化すると言われる聖なる盾だよ。だってこの550ぐらいで、でエクスカリバー買っちゃって、あー240万超えちゃったけど、まあでも一回これで様子見、あまあ様子見なんだからちょっともう俺も買うか。これこれ勝っちゃうと思うけど、いや勝っちゃうと思うけどっていうか、これで勝てるのかも兼ねてテストしていい。ごめんね、何度もなんか一柱して。でも俺100以内入りてんだランキング、だからなんかちょっとお前でもっぺさ、お前の命をあの使ってこの魔王様のちょっと具合を見させてくんない。10万10。おい、ちょっと待って、あ、そんなにこう計算式が分かんなかったんだよな。そんな下がるんだ相手の攻撃。6000ダメージが食らってたのが10になるってどういうこと、極端すぎるだろ。あ、じゃあもうこれ時間かけたら勝つわ。ほらで攻撃力もだからこんないらねえわ。だったらエクスカリバーなんて別にこんな耐えれるんだったら、待ってください、ちょっと待ってくださいね。だったら防御力もっともっと安くていいな。なんやその決め顔はお前な、いくら使ったか分かっとんか。343万も使ったらさ勝てるわそりゃ。なんやそのドヤ顔は、別におめえじゃなくても勝てるわあーちょっと待って、難しいな、ここなんだよな多分。結局ここでいくら節約するかでしょもう。結局このゲームって分かった気がするわ俺。これでなんかほぼほぼの攻撃も無効化できてたわけだから、あとなんかさ、まあこの辺のなんか1万円ぐらいのさしょうもない鎧着といて、で、まあ、時間かけてもいいわけだから、こっちのなんかグレイスケンにしといてもこんなんで勝つんじゃねえか。これ191万しか使ってねえぞ。え、こんなんでなんか100以内入っちゃっていいの。防御力が一番大事っていうさ、そのなんかメタ的な要素を見つけちゃったらもうあとは簡単じゃねえかよこのゲームよ。死を持って償っても何を言っとんだか偉そうに。お前のもうこいつ効かんのやね、ほら10しか効かないもん。これかだって勝ちだよこれ、ほら連打してたら。あー見つけちゃった、あー見つけちゃった、魔王の弱点見つけた。こいつ盾をなんかちゃんと装備すれば楽勝だこれ。そういうことね、今竜の盾でプラス10ぐらいダメージで、そしてこの決め顔
このドヤ顔である。まあでも確かに200万切ったからそのドヤ顔してもいいよ。なんかこんな簡単にさ目標クリアしちゃったらなんかちょっとしょうもないな。こんなんじゃ俺はまだ満足できねえ。もっとなんかちょっと上の上位行くわ。調子こいてじゃあ次50位とか行ってみようと思ったらちょっとその辺からちょっとレベルが違ったんだけど、なんかあいつら20何万とかしか使ってねえんだけど、50位とか行くともうなんか強靭の領域に入ってる。とんでもない。50位からなんかもうやばい。あの辺からちょっと魔界だわ。え20何万で勝てるの？本当に言ってる？お前20何万でもこの辺しか買えねえぞ。いや嘘でしょ。は？本当に20何万まともなダメージ入んないよ。だって20何万ってあでも攻撃力はじゃあ分かった。逆に20何万でできる最大限のことを考えてみよう。まず多分 HP はどの辺だろう。この辺がなんか一番コスパいい気がする。なんかこれさもう俺本気になったらあれだよ、もう HP このプラスの数字とこのゴールドを割って1ゴールドあたりなんか HP プラスいくつされてるかとか全部これコスパで表に出してそこまでやるよ俺本気になったら。ええんか俺そこで本気にさせてええんかお前。まあでもざっと見てもこの辺やっぱ一番コスパいいんだよな。これだってさ約1万ゴールドで100上がってんじゃん。だから1万ゴールドで100上がる理屈だったら俺1万6000ゴールドだったら160上がる理屈なんだけど120しか上がってないし、だからどんどんコスパ悪くなってってんだよ。こっから下に行けば行くほど。だからまあこの辺かなってプラス100させるぐらいが。でもいや待てよ、冷静に考えてプラス100させるってこれさあれだよ、さっきお前あれ結構いい盾買ってそれでだから20万とかしか使わないんだったらこの辺しか買えないよ。だってこれでも23万円だもん。もう何も買えない俺。え？あ、ま、じゃあ、分かった。ごめん。じじい、ちょっとまた人柱になってくんねえか。ごめんな。なんじゃ。ごめんな、じじい。お前のことは忘れない。ちょっと一回これで、お前武器持ってねえから絶対勝てねえんだけど、これでどのぐらい耐えるかちょっと見させてもらえねえか。一回これで、防御力が280あればどのぐらい食らうのか。22なんだ。280で22。5、6発耐えるな。ほーん。ああ、280ね、22。え、結構耐える。あ、じゃあ、この盾よりもさらにグレード下げて、ああ、その、ちょうどいい塩梅を見つけるゲームなんだな、結局これって。まあ、この辺かな。1万5000から2万8000ぐらい。まあ、2万8000。わかった。まあ、うまいな。まあ、商売上手やな。わかったわかった。じゃあ、2万8000出そう。2万8000まで。今回だけやで。2万8000。HP? あ、いや、もう、じゃあまあ、全部、ヒリよく2万8000、2万8000。これで ?21 万。回復薬は？いや、回復薬とかって使うのかな？でも買ったことないよな、回復薬って。一回じゃあ試しに買ってみる？薬草パックとか。どのぐらい薬草パックがちょっと活躍するかをこれで見てみよっか。これでも24万だから、これ買ったらだって俺多分50以内とか入るよ。あいつらの仲間にできる理論地たちの。理論地をめぐってしのぎ削り合ってるあいつら仲間入りできるよ。最後か。まずはお、めっちゃ効く攻撃力。は？もう銀の剣で十分なんだ。あとなんか28ダメージしか食らってるから金の盾で十分だな。え、ちょっと時間かければ勝てるかね。いやこれでもな、いやこれしくったかな。これね、これね、これ自利品なんだよこれ。ほら薬草だと自利品だから俺ちょっとミスっちゃった。薬草じゃなかった買うの。いやでもいい勉強になった、いい勉強になった。いやこれ勝てる、これ勝てる、これ勝てる、マジで。薬草パックゴミ。薄草パック買うぐらいだったらもう一段階上のやつでも相手のダメージが与えてくるダメージが30だから、いやこれマジ勝てる、これマジ勝てる。妖精パックでいいんだって。150、ほらこれ1個買うって。うわー26万か。これでも50以内入れないけど一回これでやってみよう。いやあいつらマジ何やってんの。50以内入ってるやつら頭おかしいんかマジで。これもこれでもだいぶ俺削ったぞ。てかそもそもこんななんか20いくつで20何万ゴールドの装備だけでなんか負けてしまう、お前情けなくないんか。お前そんなこんな見た目しといてさお前こんなんで負けちゃうの、情けないと思わんのか。しかもこっちジジイやぞ。ただの武器屋のジジイやぞ。
なんかちょっとなんか装備整えただけでお前負けて情けなくないんか。これこうやって回復するわけよ。あーでも無理だ。うわー無理だ。長期戦になれば勝てるかなと思ったけど全然無理だこれ。あーこれ何が足りてない、攻撃力が足りてないな。え、ちょどれぐらい足りてないかちょっと見よう。これでこうやってやるじゃん。でここで負けます。だいたい半分ぐらい削、半分いかないぐらい削ったかな。なるほど、このセットで半分いかないぐらい。これは妖精パックが絶対いいっていう気づきも得たし、これはいると思うんだよ。ここまでは多分マストだと思うの俺で。これレベルにこんな お金使うのもこれ絶対間違ってると思ってて、ここの多分塩梅なんだろうな。2万8000コースで行ったけど今、てか武器か、武器をアイスソードにしてみるか。金の盾じゃないとダメだよね多分。ここがもう限界だと思うんだよな多分。みんな金の盾で挑んでると思うんだよね。一回これで、これでどうかな。27万8000円使ってる。2万で29ダメージ、うん、だいたい想定通りだね。でここで使うのか、使ってでダメージ与えて、与えてるダメージがだいたいさっきの倍ぐらい、まるっと倍ぐらい。うわーこれでも無理なんだ。いやーこれ今回俺言ったと思ったんだけど、これでも無理なんだ。じゃあ根本的に俺のなんか戦略が間違ってるなこれ。うわこの戦略じゃ勝てねえ。うわマジか、この戦略がじゃあ勝てねえんだ。27万でだってこれは、あでも惜しいな。あともう一個ぐらいなんか、いやでもちょっと根本的に見直しが必要だわ。あてか右下にこれ運イコールクリティカルの出やすさって書いてあるわここに。あーだったらもう結局あれか、回避曲振りとか運曲振りとか、まあ運曲振りは多分クリティカルって多分言うて 1.5 倍から2倍ぐらいのダメージ量じゃん。だからまあそれでなんかってのは多分あんまないと思うんだよな。だからもう回避曲振りで、あーでも回避曲振りにしようと思ったらこれだけで95万だから、もう50以内に入ってるやつらとかもうこういうの、こういうのじゃないんだな。あーじゃあやっぱりあれか、今みたいな感じ、待てよ待てよ、この盾を、金の盾が正しいんじゃないかって俺ずっと言ってたじゃん。これ一個グレード下げるのどうだ。これでだってものすごい変わってくるじゃんバランス。短期戦狙いで武器にお金を割り振ろうっていくと、まあ、HP のあれでいくとさっきよりもちょっと減らしちゃったから防御力を、食らうダメージ多いじゃん。で一撃で考えた時にやっぱこのぐらいは欲しい。120とか180、まあ、180は欲しいかな。うん。で残り使えるお金だ15万。まあ剣で言うともう金の剣か、これで20万でしょ。であとここで妖精パックです。これだ、見つけました。皆さんこのバランスだったんだな。いやこれはマジで勝ったと思うわ。ようやく見つけたよ。これで何位入れるんだろう。25万切ってるからワンチャンこれ50以内マジ入るんじゃねえか。あのさ、理論値をめぐってしのぎ削ってるやつらの俺仲間入りをついにするんじゃん。4万ダメージ、あ40、ほらあんま変わんねえんだって。別にさ、縦のグレードちょっと下げたぐらいじゃ、それよりも攻撃力なんだよな。攻撃力当たり前だろうが、考えたら分かんだろうがよ。おいこういうことなんだよ、こういうこと。与えるダメージなんだよ。攻撃は最大の防御なるって言うだろうが。ちょっとこれ負けじゃないこれ。ちょっと待って、ちょっとなんかさ勢いよとオラついてたんだけど、これ負けじゃね。あれ結局なんかバランス変えたけど、あと結局なんか、あでももうちょっとだ、あーあとちょっとだ、あとちょっと、ちょっと待ってくれ、これこのぐらいもうさ負けてよ。でも25万切った段階でギリギリまでいった。これどのぐらい欲しいんだ、ちょっと見ていいか。25万切った段階で、ちょっと待って、29万3000円じゃん今もっぺん見直してきたら。だったら勝ってんじゃん俺もう。勝ちじゃね。さっきの状態がこれね。この状態で24万8000ゴールドでもうあとちょっとだったじゃん。あと多分ね、これね、攻撃力増強剤とかをちょっともう使えばいけると思う。で、29万なんぼだったじゃん、50位が。ちょっと待って、じゃあもうギリギリ狙うわ。あのね、
ちょうど40位が25万ゴールドで、その上がもうずーっと並んでて、26位まで24万3000円がずっとしのぎ削ってんの。で、24万3000円、でそっから上がもう23万1000ゴールドでまたしのぎ削ってるみたいな感じで、こっからがもうなんかチキンレースみたいなの始まってんのね。で、24万3000円いけば、24万3000円を切れば、なんなら俺25位とかまで行く。24万3000円だ。24万3000円を切ろう。24万、もう超えてるわ。これを1個買います。29万3000円、これでいきます。これでどのぐらいギリギリ勝てるかだな。これがなんかもっとギリギリを詰めるんだったら、いやでもな、あと何日節約すればいいんだろう、わかんねえ。まあ、まずはこの辺まではルーチンワークね。もういつものお決まりの。おお、ほらほら、もうだってもうほら、あっちょ、あっちょ、あっ、やばいな。一回確証。で、こうで。で、一回耐えれる。で、食らって、使って。で、これ、切り、ってことはやっぱりでも買うものは間違ってないんだよな。だからここまではもう一緒でよくって、結局最後の微調整の段階なんで、ここでこっちか。いや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 、だってこれ60上がるだけでしょ HP。 結局60、いや、あるか、その説、その説あるか。24万で、あとはこれか、あるか。なんならこれだってちょっと節約してるまであるぜ。これで勝ったら28万2000ゴールド。最後が与えるダメージがどのぐらい減ってるか。あー結構減るんだな。で、食らってるダメージは変わらない、当たり前か。で、 HP が増えてるから、その分耐えれるあれが増えてるっていうことで、どうなんだろうこの塩梅は。さあ、この辺まではなんかあんま変わってないような気もするが、いや変わってるか。いや、いけるかこれ。どうなんだろう。いや、微妙なラインだこれ。あー、またやっぱ結局ギリギリダメなのか。あ、いけるんじゃないこれ。いける、いったー。残り HP14。 やったー。やっぱいけるんだ。あ、それはもうドヤ顔だよ。それはドヤ顔していいよあんた。あ、いやいやいや、これはポストして、ポストしてまである、マジで。28万2000。いや、28万2000これだって俺、え、ちょっと待って、見ていい ?28 万2000円ってお前、ちょっと見ていい ?28 万2000円は、47位のズックさん、47位のズックさんと俺貼ったんだけど、おい、4次元ベクトルを任したんだけど俺、え、やべえ、俺47位。いや、まあどうせすぐ抜かされるんだろうけどさ、この手のなんかランキング系のやつってさ、最終的にはなんかバグみたいになるからさ、なんか1位から100位までずっと同じ数字が並ぶみたいな。もうあの現象はこのスコアランキング制にした時点でもう絶対避けられない運命だからしょうがないんだけど、まあそうやってなんかランキングがゴミみたいにバグる前にこう楽しめてよかったな、こうスコアアタックとして。あの、やったらわかると思うんですけど、結構ね難しいから、俺のこのね28万2000ゴールドのねスコアもね、まあまあいいとこいってんじゃないかなと思うんですよ。わかんねえけど、またゲームが上手い人はもうなんかもう簡単に抜かすかもしんねえけど、まあよかったら皆さんちょっとやってみて、ちょっとスコアをね、よければコメント欄にでも書いていってくれると嬉しいです。はい、ってことで、武器屋のじいさんを最強装備にして魔王の場に送るゲームでした。ありがとうございました。